はい、こんにちは。田中雅です、えー、私ですね、フリーランスで構成、えー、作家、えー、リサーチャー,、えー、ライター、翻訳などをやらせていただいているんですけれども、えー、このチャンネルでは、えー、普段私が目にしたニュースであるとか、えー、私の生活の中で思ったことなどなどを共有させていただこうという趣旨でやらせていただいているんですけれども、えー、本日はですね、 えー、テレビ業界の改革についてお話しさせて頂ければと思っております。えー、っとですねまあ私実は冒頭で説明した通り、えー、テレビ業界の方で、えー、リサーチャーであるとか、えー、構成作家などをちょこちょこやらせて頂い,いてるんですけれどもまあ あまりそのテレビ局とかに行く機会は多くないんですけれどもテレビメディアの一員としてまあいろいろと今マスコミに対するバッシングであるとか、えー、局の放送,し放送の報道の姿勢に対する批判とか相次いでいらっしゃるんですけれどもまあ中には構造的な問題があるんじゃないかっていうようなことを指摘している指揮者の方々もいて。 まあ実際にその総務省などもえ常にそのテレビ業界の方にえまあえ放送免許の規制であるとか新規参入の障壁であるとかっていうものにメスを入れようとえしている方々もえしている方向性もあるしまあ実際にまあ2000年代前半にそのえとある某 IT 企業の社長様が、えー まあえー、某局の親会社を買収しようとして、まあ、敵対的な反対にあったっていうような、えー、事件も起きたりはしているんですけれどもまあそれで結構不信感とかもいろいろ高まってるのかなって思って私がですねまあぶっちゃけこの業界を改革するとするなら私がというよりも、あのーまあ、どうやったらこの業界を改革 改革、えー、されるのかなっていうのの一番の方法っていうものは正直待つこととじゃなないいかなと思いま,すまあなぜこの「待つ」っていうのが必要なのかっていうとまあちょっとこれはすごくセンシティブな話になってしまって、えー、もしかしたら気分を害される方とか、えー「なんてことを言うんだお前は」っていうような方もいらっしゃるかもしれませんが。 ちょっとですねさっきの自民党総裁選の、えー、ことであるとか、えー、某旧ジャニーズ事務所のことであるとか、えー、ちょっと見た時になぜあの今回、えー、石破、えー、茂さんが、えー、ご当選されたのかっていうような、えー、ことに対してその原因ってやっぱり、まあ、ちょっと申し上げづらいんですけれども、えー、2022年に えー、安倍首相が、真田美元首相が、教団に倒れたっていうような事件があったじゃないですか。で、その翌年に派閥が解体されたと。安倍首相が、安倍元首相が亡くなった後の翌年に派閥が解体される動きになったと。えー、裏金、裏金と言われているものにメスが入ったっていうようなことになってるので、であともう一つ某ジャニー、旧ジャニーズ事務所に関しても、あのジャニー喜多川さん えー、2019年に、えー、お亡くなりになられたんですけれどもその後でまあ、えー、昨年でしたっけ、えー、なんかあの性加害の問題であるとかっていうのが、えー、浮上してきて、えー、それで一気にその、えー、ジャニーズ事務所っていうか名前の看板を下ろすっていうところまで行ってしまったんですけれどもまあ何が言いたいかというとつまりその。 上,の人上というか実権を握っている人間が物理的な形でえこの,あの世界からいなくならないとあの別にそのテレビ業界に言えることじゃなくってテレビ業界だけに言えることじゃなく政界だけとかあの芸能界だけに言えることじゃなくてそのどの業界もまあ本格的な規制改革ってえ実現しないのかもしれないなって今ふと思ってるんですね私。 まああのー、カルロス・ゴーンさんは、えーまあ、自動車業界ですけれども、まあ、彼はその生きていながらにしてあの失脚させられてしまったんですけれども、まあ、ああいうようなクーデターとかも、えー、起きない限りは、まあ、ただそれを起こすってすごい労力もいることだしそれこそ社内政治をちゃんとしてあの入念な準備をしてから出ないと、えー、交際員が出ないと思うんでまあそれも。 えー、それはそれですごい、えー、大変な労力がいるし、えー、だったらやっぱりその、えーけえーあのー、実験を握られている方が大元の方が、えー、物理的に、えー、いなくなるっていうような、えー、ことにならない限りは結構厳しいなっていうところがありますしそのご存命中にやられたとして、あのー、改革をしようとしたとしても、まあ、ちゃんとした改革にはならない。 ととは思っってているところがあってでやっぱりそれをテレビ業界に当てはめるなら今、えー、某局の、えー、某2つの、えー、キー局の親会社の、えー、会長の方々まあ私としてはやはり、えー、すごくあのお元気でいつまでも元気でいらっしゃって、えー、まあご長寿願いたいところなんですけれどもある意味あの高齢者の方々の希望の えーえー、象徴だと思うし、えー、あの年まで、えー、すごく元気であのビジネスやってらっしゃるってすごいことだと思うので私もすごい人として尊敬しているんですが、あのー、もし、えー、その方々が、えー、テレビの対するその、えー、独占の元凶、えー、になっているんであれば,ば新規参入の障壁であるとか報道姿勢であるとか、まあ、その方々があと10年、えー 遅くとも十数年もしくはも早ければ数年以内に来るかもしれないですけども、あのー、物理的に、えー、まああのー、現世から、えー、まあ召されるというか亡くなられるっていうようなことが起きたらこれまだ本当に可能性の話なんで、えー その彼らがいなくなったからといって、それが起こるかどうかは保証できないんですけれども、もし改革が起こるんだとしたら、それから先の話なんじゃないかなと、私は。それから数年経ってえ、またその外圧であれとか、えー、性の、性界の変化であれとかで、まあ、えぇ、ー、事情作用が働くところは事情作用が働いて、えー、今残すところは残すっていうような形で。 変わっていいいくんじゃないかなかと思いますで個人的にその変わるとするんだったらやっぱりその新規参入の障壁が外れるのかなと思っていて、まあ、新たな局ができるかもしれないしでもしかしたらあのキー局5局どれかが統配合される可能性もあるのかもしれないなと思っています。 でなんでしょうあのあの今結構そのちょっとした不祥事でちょっとした不祥事じゃない方もいらっしゃるんですけれどもあのこのタレントが出れないとかっていうようなことすごい起きてるなと思っていてあのまあもしそのそれが本当に不祥事なんだったらしょうがない部分もあるんですけれどもちょっと僕個人としてはそのあまりに NG とか、えー、ちょっと何かもえー、えー 失敗したからといってアウトみたいにしちゃうっていうのが今風潮としてちょっと強いかなって思ってるんでなんかえそれはちょっとやりすぎなんじゃないかなって思う部分が正直あるからあのまあそういったえ今までちょっとえテレビ界から冷遇されてきたっていう方正しいかどうか分かりませんがえそういった方々がまた復帰,し復帰されたりとか新たなえ新人が出る機会が増えたりとか えー、なってもっと、えー、柔軟な、えー、業界になっていくのかもしれないな,なっていってほしいなと思っていますね。まあそしたらあのコンプライアンスの流れとかも、えー、結構変わってくると思うし私としては、えー、別に、えー、今の規制の強さでも全然構わないんですけれども個人的には。まあ、ただその、えー、きつすぎちゃうとやっぱりあのー ちょっと楽しめるって家族あの、まあ、若者が楽しむっていうようなことを重視すると、えー、そこはちょっと厳しい面もあるかもしれないんで,、えーそうですねまあ、改革が始まり規制が緩んだり、えー、するんであればもっと、えーまあ、報道姿勢も変わってくるでしょうし、えー、いろんな障壁も外れてくるでしょうし。 より良いい、えー、テレビ業界になっていくかもなっていくことを期待しております、えーよりえーまあ、規制があることによって良かった面っていうのも全然あると思うんでもしかしたら、えー、よくならないどころか、えー、退化してしまう可能性もあると思うんですけれどももしそうなったらそうなったで、えー、またその、まあ、その時私が現役でテレビ業界にいるかどうか分かりませんがいろいろと私も協力しながら、えー、まあ変えるところは変えて。 っていう部分をやっていければなと思っております、えー、ありがとうございましたご視聴いただきましてこの動画が良いと思った方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いしますそれでは